将棋大好き兄貴姉貴の皆さんこんばんは。こんばんは。今日はセガサターンの K1 ファイティングイリュージョンショーをプレイしていくのだ。 K1 懐かしいわね。私たちの時代は立ち技といえば K1、 総合はプライドだったわね。90年代後半から00年代前半までの盛り上がりはすごかったのだ。そんな勢いに乗っていた1997年に発売されたのがこのゲーム。アンディ・フグ、ピーター・アーチ、アーネスト・ホースト、マイク・ベルナルドが K1 四天王と呼ばれていた頃で、テレビや CM に出演して人気だったのだ。ヒゲ剃りのキレてないって CM は流行ったわね。この動画を作るために調べてたんだけど、マイク・ベルナルドって2012年に亡くなってたんだね。え、本当？本当なのだ。彼らが元気に活躍していた頃を思い出しながら動画を見ていただけたら嬉しいのだ。あなたはこのゲームはそんなことあるのかしら？存在は知ってたけど未プレイなのだ。確か聞いてたラジオの番組のスポンサーがエクシングでこの CM をしてたような覚えがあるのだ。あれ、テレビだったかな。うん、何十年も前だからそんなものよね。でもこのオープニング映像よくできてるわね。オープニング曲はハウンドドッグのシーズンって曲なのだ。大友康平さんが歌ってるのね。実際の試合映像を使ってるし、ファンの方は嬉しいんじゃないかしら。のだ。このゲーム、選手がモーションキャプチャーに協力してて、エンディングではメイキング映像が見られるのだ。かなり豪華なのね。がっつり作ったオープニングもそろそろ終わり、まさか2分もあるとは思わなかったのだ。でも出来が良かったから見てほしかったのだ。じゃあゲームの方を始めるのだ。行きましょう。最初に使えるのは12名。隠し選手が2名いて計14名使えるのだ。隠し選手は誰なのかしら？架空のアキラ選手と石井館長なのだ。石井館長？今日使うのは青い目の侍ことアンディ・フグ選手。スタイルは極真空手。得意技はかかと落とし左フックとフグトルネードと呼ばれた下段後ろ回し蹴り。相手はミスターパーフェクトアーネスト・ホースト選手。スタイルはキックボクサー。筋肉のついていない膝裏を的確に狙うローキックがすごいのだ。結構カメラワークが激しいわね。L で左に、R で右に回り込んで避けることができるんだけど、スウェーのたびに正面からドローとカメラが動くからだね。相手が回り込むのを予想して攻撃を当てるって駆け引きが可能だけど、まあ難しいのだ。見てるとプレーが雑だものね。あ、ここでかかと落としが炸裂。思わずダウンね。入り方によってはこれで KO も可能なのだ。ちなみに A がパンチで B がキック、C が特殊技で、十字キーを組み合わせることで上下の打ち分けができるのだ。得意技のコマンドも簡単に出せるのが特徴で、さっき出したかかと落としは C 前で出るのだ。あら簡単。ただガードが独特で、何も押してないと上段、下を押してると下段ガードなのだ。変わってるわね。攻撃には攻撃で対処することもできて、下段攻撃は上段攻撃、上段攻撃はダッキング攻撃、ダッキング攻撃は下段攻撃で潰せる3すくみになってるのだ。ちょっと待って、それじゃあガードいらないんじゃ。スウェイや後ろに下がって避ける方が確実なのだ。ガードしても削りダメージが入るのだ。確かにガードの上からローキックを連発して KO するってのがあるけど、リアルな格闘ゲームを意識してるのね。派手な 3D ゲームはバーチャファイターや鉄拳があるし、リアルさを追求したかったんじゃないかな。愚直に作った作品って感じね。あ、ミドルキックで KO 勝利。倒れ方がリアルね。モーションキャプチャで実際の動きを取り込んでいるからなのだ。ダウンの仕方も上段下段で違ってくるのがこだわりポイント。ここからダイジェスト。本当だ、倒れ方が違うわね。のだ。さあやってまいりました、最終試合。ピーター・アーツ選手、スタイルはキックボクシング。193センチから繰り出される豪快なハイキックで KO を量産したのだ。98年 K1 グランプリ決勝、アンディ・フグ対ピーター・アーツ戦は名勝負なのだ。それにしてもピーター・アーツ選手は大きいわね。一回りは違うわよ。説明書だとフグ選手は180センチ96キロ、アーツ選手は192センチ104キロだからね。渾身のかかと落としが炸裂。
お互いに1回ダウンしたわね。残り体力的にかなり有利なのだ。追撃も入っ、かかとは不発、あと1発。ほら、左フックが炸裂。やったわね。見た目が地味なフィニッシュがこのゲームらしいのだ。水着のお姉さんクオリティ低くない？ソーセージみたいな腕なのだ。まあ力を入れるポイントじゃないけど違和感すごいわね。あれ、まだ試合があるの？隠しキャラのマスター IC 戦なのだ。道場でやるんだ。手下駄で試合するの？マスターだからこれくらいのハンデは当然なのだ。隠し戦士なら強いんでしょ？キャラ性能はダントツなのだ。あれ？でも弱くない？攻めてこないね。右ストレート一発ででダウン取れちゃうくらい強いはずだけど。エクシングの優しさだねこれは。ちなみに石井館長、トルカラって漫画の原作をしてるのだ。どんな漫画なの？刑務所を出所した石井館長がトラックに轢かれて女子高生に転生する話なのだ。ちょっと何それ、館長は許可出してるの？出てるのだ。というか原作が館長なのだ。館長何してんの？空手といっても道場経営の方がメインで、ネタ系に見えるけどプロデュースのノウハウを語るシーンは必見なのだ。世の中広いわ。一気に体力減ったわよ。まさか3手で半分まで減らされるとは。えい、かかと、かかともらっちゃった。大丈夫なのこれ？ダメージもらってもうっすらしてるとこまでは回復するから、前蹴りで距離を取りつつ回復を待つのだ。館長はダメージ回復しないのね。それやっちゃうと手がつけられなくなるからかな。こっちは8割方回復したわね。でも油断はできないのだ。前蹴りで距離を取りつつ削っていくのだ。ガツガツ攻めなさいよ。クーン、あ、そら、おい、フィニッシュはかかと落とし。綺麗に決まったわね。やったぜ。では完走した感想だけど、操作性が結構いいのにまずは驚いたのだ。モーションキャプチャで取り込んだ動きはリアルだし、選手の得意技がサクサク出るのも良かったのだ。実際の選手が動かせて戦えるってのが売りだものね。リアル路線だから仕方がないのだけど、ちょっと地味なのだ。地味？打撃が入った効果音や演出が軽いから、もう少しこだわっても良かったと思うのだ。なるほど。それでも使えるキャラクターは12人と当時としては多いし、今見てもらっているエンディングは選手のオフショット満載で、ファンが喜びそうなものをしっかり入れてあるのだ。確かに。このゲーム発売日は97年1月31日なんだけど、 FF7 も同じ発売日なのだ。これは厳しいわね。それでもファイティングイリュージョンシリーズは2000まで続いたから、固定ファンを掴んでいたんじゃないかな。2001以降の K1 シリーズはエクシングからではなく、コナミや D3 パブリッシャーズが作ることになるのだ。エクシングはどうしちゃったの？2005年にゲーム事業から撤退してるから、ゲームで売り上げが出なかったのかな。エクシング自体はジョイサウンドやウガといった通信カラオケ事業の会社でまだ存在しているのだ。ジョイサウンドでお世話になった方多いかしら。ゲーム事業はマイナーだったからね。今日の動画はここまで。見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございます。それでは皆さんもきげんよう。バイバイ。エンディングはもうちょっとだけ続くのだ。